渋谷園芸で買ってきた子たちですね、届けてもらいました。エバーフレッシュ、これ DNA の螺旋みたいだけど赤黒くなってちょっと黒いんで、後でこのお豆は切っちゃおうかな。これを買いました。またね、オージープランツ、私ちょっとオージープランツこの前失敗してしまってかわいそうなことしたんでリベンジです。これはね、ハーレクイーンってやつ、リーカデンドロンハーレクイーン、花のつぼみがいっぱいついていて、これってつぼみよね、咲くのよね。ちぎれちゃって、これは正解じゃないな。これが分解した残りのパーツですね。分解するのも一苦労。あ、本当にね。大変です。皆さんも気をつけてください。この中身は鶏とさつまいもとオクラとご飯、これも朝ごはん終わってるんで夜は卵を1個これに入れてあげたいと思います。おてんちゃんですが、さあお外行こうか。お水返しつつ、またコムちゃん来たのかな。ぬるちゃんだからね。はいはいはい。
水からはね、出てないとね、お水出しっぱなしで忘れちゃう。ママ何回やったかしら。池が海よ。ママ忘れっぽい。助けて。おっしゃー。安く買ってきました。エクメアパスキアタハンネイカ、こんな可愛い子が980円で入手できましたね。むぎちゃん、お手手かいかいダメよ。むぎちゃん、お手手かんじゃダメ。ちょっと後でお薬塗ります。あとこの四角の鉢に対してこの受け皿がちょうどマコモクッキーの蓋とぴったりだったんで、これもう一回これが開いたら二重にして使っていこうと思います。リサイクルリサイクル、いいのいいの、大丈夫大丈夫。からまたベトナムに彼は行くんですね。忙しい忙しい。どっちの子を連れて行くんだ？これ。これは腰をやるやつで。まちゃんまちゃんまちゃん、もうママ一回も下ろせんよこれ下に。逆再生じゃないから、ね、よいしょよいしょ、はい、ちょっとかがんでください。はい、来ました、リビングです。どこ、やっぱりここかな。これを持ち上げられるぐらい良くなったってことだね。いや重かった、信じるもの救われたわ。できた。育成ライト近々買わないと。で、この子は次男がベトナムに旅立った後に2階に設置したいと思います。コソ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 。薬膳ご飯しよっか。これは100均のライ
ライトですね。すごい明るい。ね、ライトは大事ね。自転車に跳ねられちゃ危ないんだよ。車よりも自転車。ご飯を取るの忘れてしまった。とりあえずこういうお肉を 1.5 枚ご飯の上に乗せて出しましたと。忘れるな。一生懸命出しに行っちゃった。2階にこれを飲み忘れないようにしないと。つまり25番、息子と同じだけど、なんか思ったよりご飯が少なかった。残ってなかったね。衛生がない。トマトジュース持ってきましたけど冷えてなかった。氷入れた。あとオイコスト。これでいいんじゃないの。いただきます。あ、ダメだね。あ、ダメダメ、こっちからだ。冷たいところとぬるいところの差が激しい。冷やすの忘れた。うん、おいしい。いいね。
きましたよ。さあ、君は眠ってしまっているけど、2階に連れて行こうかな。しめしめ。すいません。こちらでよろしいでしょうか。で、これ撮影させてね。猫パンチしないでくれる？いい？いい？ごめん。食べてて。ママもう見せてくるから。チュール追加でどうぞ。おやすみ。